perfect year. 2020 Radio. さあ始まりました LDH Perfect Year 2020 Radio、 略して L ラジ、パーソナリティの EXILE 牧大です。この番組は LDH に所属するメンバーをゲストに迎え、6年に一度のイベントパーフェクトイヤーをリスナーの皆さんと一緒に盛り上げるためにお送りします。 L ラジはラブ、ドリーム、ハピネスをテーマにお送りしていきます。では早速今回のゲストに登場していただきましょう。前回に引き続きガールズガールズから、今回はこの方々です。ガールズガールズの山口キラと小川優香です。よろしくお願いします。お願いします。やっぱりあの美咲ちゃんと美波ちゃんが言った通りで、はいはい、声が大きいです、ね、ありがとうございます、はい、すごいマスクしててもちゃんと通るちゃんと響いてきますね。よくメンバーから言われます。はい、ということで前回美波ちゃんと美咲ちゃんは最年長最年少、はいはい、というねことでしたけど、今回はキラちゃんそして陽花ちゃんは年齢的には近いですね。そうですね、1年違いで、はい、1年違いで、はい、それで、JSB ファンあ、今つけてるからですか。マスクつけてるからちょっとそんな一面も、はい、そうです。どうなんですか、ガールズガールズは憧れ的にはやっぱりいいガールズみたいな感じ。そうです、そうです。でトライブではじゃあ例えば三代目さんいいよねみたいな、そうですね、はい、それぞれにね、はい、あえてあんま聞かないようにはい、ということで、ヨカちゃんは、はい、なんか憧れのこの人っていう憧れの先輩とかっているんですか。私ゆりのさんの、うん、結構 SNS とかも結構見てて、はいはい、すごいこう、はいはい、個性、自分の個性がしっかり出てるのがすごい素敵だなって思ってて、うん、なるほど。それに憧れますね。もうそういう綺麗な容姿とかだけじゃなくて、そうです、キャラクターがしっかりあって、そうです、はい。確かになんかワールドありますよね。そうなんですよ。 SNS とか面白いですよね。はい、でそしてキラちゃんは誰かいます、はい、この人憧れてるんだよなとか。あ、私は e-girls さんの佐藤はるみさんすごい好きで。あ、はるみちゃん、はい、うん、どんなところが好きですか。やっぱ踊ってる時が一番好きで、うんうん、なんだろう、ジャズを踊ってる時のなんかしなやかさだったり、はい、なんか表現力がすごいなと思ってて、はい、すごい見習いたい部分。あの楽曲に合わせて踊るだけじゃなくて、はい、なんか本当になんか物語性があるダンスをねしますもんね、はい、なるほど。それぞれにも憧れの先輩も5つ今ガールズガールズで活躍中ということで、はい、もうオハガールもやられていて、はい、もう忙しいんじゃないですか。でも本当に楽しいです、うん、やっぱ楽しいの方が勝ちます、ね、それ最高ですよね、はい、でまた仕事が楽しいと普段ねメンバーで一緒にいても楽しいと思うんですけども、はいはい、でまあ、普段仕事終わってからどっかじゃあまあお茶しに行ったりとか、うん、そういう機会もあるんですか。はい、あります。そうですね、うん、その間とかにも、うん、みんなでご飯ちょっと行こっかって言って行ったりとか、うん、終わった後も始まる前にもこう時間があったら結構よく行きますね、うん、はい、何系が好きなんですか。みんなやっぱその後にやっぱ踊るのでガッツリ。あ、そうだよね、はい、から結構ガッツリ食べちゃいますね。あ、そっち、はい、結構逆にね、なんか普通に前行ったのはパスタに行ったんですけど、うん、美味しかったよね。あとお肉、お肉がロスト、あの、はい、踊る前に、はい、踊る前に肉行くっていうのはあとはすごいやっぱ若さですよね。まあみんなの場合はね代謝もいいだろうし、まあその分はち切れて踊るから消化されるんでしょうけどね、うん、はいはい、そっか昼から肉行っちゃいましたみたいな、はい、いいですね。なんかこう可愛らしいイメージだけどなんか強さもあって結構肉食べる、あ、結構みんなお肉が大好きなので、はい、お肉好き派ですか。はい、いいですね。ちょっとガールズガールズのまた新たな一面をちょっと見ましたけどもはい、はい、ということでですね、まずは、一曲聴いていただきたいなと思っております。 EXILE で愛のために For Love For A Child です。 L ラジへのメッセージは番組サイトからお願いします。スマホアプリ版の JFN パークではスペシャル音声もアップします。ぜひチェックしてみてください。ということで改めまして本日のゲストガールズガールズからこのお二人です。
ガールズガールズの山口キラと小川陽子です。よろしくお願いしま す。まあ先ほどもね、踊る前もお肉全然いっちゃうっていう話で、はい、はい、いやすごいこうパワフルだなと思ったんですけども、やっぱみんな共通点としてはやっぱダンスから入ってるのかな。そうですね、ダンスから。でその頃っていうと、じゃあやっぱり EXPG でレッスンを受けて、はいはいはい、本当に基礎からですね、もうアップダウンから入って、はいはい、それが難しかったですね確かに、その当時。はい、でもそれを積み重ねてって、まあ発表会に出たり、はい、EXPG のね発表会ありますけど、はい、発表会出て、それでどんどんこうみんなにこう、まあ、認められてといいますか、はい、そうね、はい、で今ではもうデビューしてるということで、はいはい、なんかありますか、そのダンス、さっきねはるみちゃんの話ありましたけど、はい、じゃあ自分のだとすごく言いにくいかもしれないので、お互いのダンスのなんか魅力を教えてくれたらなと、はい、じゃあまずはようかちゃんから。はい、はい、あとキラは、はい、まだメンバー誰も踊れないワックを、はいはい、キラだけが踊れるんですよ、ワック。俺もできないなんか結構 EXPG 入る前に他のスタジオでずっとジャズとワックをやってて、はい、あんまりヒップホップは本当に少ししかやったことがなくて、はいはい、はい、メンバー唯一のワックワックガールです。ワックガール、はい、どっかのライブとかのソロとかでもね、そう、はい、チュアパネのミュージックビデオにもちょっとだけ、はい、出してますか。出してます。あ、そういうのいいですね、はい、だからこう YouTube とかで見た時に、はい、ワックやってる人一人いて、おーとか、うん、なんかこう目立ちますよね。そうなんですよ、はい、なるほど。キラちゃんはどうですか。本当にヨーカは多分、うん、見た通りすごい身長が高くて、スタイルいいですね。本当にスタイルが良くて、うん、もう結構立ってるだけで映える。確かに立ち姿、シルエットが強いからね。そうなんですよ。あと踊った時にも手足が長くて、うん、なんか人の幅よりも倍にボーンって弾けるから倍ボーン、そうです、ボーン、まあ分かりますよね。あの踊りの大きさがすごく大きくて、うん、多分見てる人からしたらすごい迫力があるダンスをするので、うんうんうん、すごいそういうところ魅力的だなって思います。やっぱこうダイナミックだから、はい、大きいステージだったりしてもすごい見栄えして、はい、そうなんです。なんかねミュージックビデオとかもそういうのも活かして、はい、なんかね、はい、これから見れたら面白いのかなと思いますけど、そう、はい、そう、それこそ普段とかってどんなことをするんですか。その仕事以外で家帰って時間、まあ今特にね、うん、おうち時間あると思うんですけど、はい、どんなことしてますか。あ、でも私は結構ネットフリックスでドラマ見たりとか、うんうんうん、やっぱ筋トレしたりとか。あ、筋トレしてるの家でも。はい、あ、偉いね。ネットフリックスは結構過激なのもありますけど。そうですね、まあアニメーションもあるし、はい、なんかおすすめとかありますか。私結構ホラー系が好きなんですよ。はいはい、はい、なのでなんかエスターっていうエスターやつと、あとカーゴっていうゾンビの映画なんですけど、本当にエスターとカーゴです。カーゴ、はい、本当に何か見てるなと思ったら大体ホラーなんですよでも私もホラーが好きで、あ、これはい、なんかめっちゃ怖そうじゃん。なんか、これこの画像だとちっちゃい子に見えるじゃないですか、うんうん、でも本当は中身は三十何歳の人で、こう成長が止まってて周りからしたら子供に見えるんですけど、本当は本当に発達してて、そう、ちょっと結構グロめの女の方で、すごいです。か結構本当に面白いので見てほしいです。やだカーゴー、もうカーゴに至ってはもうジャケからもう 100%えぐいじゃないですかもでもこれは結構ゾンビなんですけど、いいお話ではあります。いや、これいや、これだけ見ていいお話って言ったら相当、まあなんかあるんでしょうけどね、はい、私とキラはよく2人で、うん、そうなんです、2人とか電車の中で、電車の中とかで仲いいですね。でもやっぱ2人で行った方が心強いじゃないですか。そうなんですよ。このカーゴのあのジャケット一人で見ようってなかなか思わないもんね本当ですか。でも、ガールズガールズもいろいろネットフリックスもね、はい、掘ってますね、それぞれね。はい、そうですね。なんかこう面白いですけど、他になんかありますか。じゃあ逆にヨーカちゃんは。私ゲーマーなんですよ。え、何系ですか。バトルワー系のゲーマーです。結構しかも本格的に。いや、そんななんかこうパソコンとか、うん、そういうことはしないんですけど、はいはい、ただ暇な時は、うん、結構基本的にゲームとかいろんな、オンライン、
いろいろやりますね。オンラインだったりとか、あともう最近なんかミンハヤっていうゲームがあって、はいはい、みんなで早押しクイズっていうのを友達とやりながらやるんですけど、はい、こう雑学の問題なので、うんうん、こう勉強にもなって、そうなんですよ。だからこう、うん、頭が良くなる気がして、なるね、それ、知識がつくよね。そうなんですよ。それでちょっと、うんうん、最近はミンハヤ、ミンハヤだ、はい、初めて聞いた。やっぱ知らない情報がすごいあった。それはじゃあ何、それはオンラインと友達ともできるし、オンラインでもできます。でもできるし、はい、じゃあまあクイズ形式で出てきて、そうです、そうです。でなんかそこでなんかあった、なんか意外な、そうだったんだみたいな、学んでないんだ。あの、いや、いろいろ出てくるんですよ、もう本当に。いろいろ出てきすぎて、はい、わかんないんです。わかんない、わかんない。ありすぎてっていうことでね。いや、でもまあね、オンライン、今携帯でもいろんなやつありますし、ちなみに自分とあのメンバーの、あのまっちゃん、まつと、うん、PK シーズのだるまさんとかは、はい、夜時間決めて、LINE で通話しつつ、オンラインのね、マリオカートとか、あのガチで競ってる。ガチで楽しそう。もうね、楽しいですよ。だからそういうのもいいですね、メンバーだったりのコミュニケーションにもね、はい、なるかなと思いますけど、なんか意外な話聞けて、はい、はい、すごく面白かったです。はい、ということで、じゃあようかちゃんから曲振りの方をはい、お願いしちゃってもいいですか。今から皆さんに聴いてもらう曲は、はい、バスケットチームのアルバルク東京さんの応援ソングになっていて、頑張るすべての人を応援する楽曲になっています、うん、はい、それでは聴いてください。ガールズガールズでフレフレ2020、ね、リスナーさんから届いた大きなラブドリームハピネスのメールを紹介したいと思います。FM 長崎でお聞きの男性、ラジオネーム赤ペンくんさん、これややこしいくんさんが、はい、入学式で一目惚れした子に一か八か勇気を出して告白したら成功しました。いいですね。ダメだと思っていたのにめっちゃ嬉しかったです。そのおかげで、いろんなことにやる気が溢れてます。すごいですね。これは素敵でございます。これは赤ペンくんさん、はい、入学式で一目惚れってなかなかないですよね。勇気がすごい、勇気が本当に、はい、3回言いましたけど、勇気がすごい、勇気が本当にすごい、うん、だってもしダメだったら、はい、そっからね、どうずっとそうです、うん、残んないとは言い切れないじゃないですか、はいはい、どうですか逆に2人だったら、まあ、そうだな、入学式に限らず、あ、もうすごい絶対いいなって思う人が現れて、例えばの話ですよ、はい、言う派か待つ派か。まず派です。待ちますか、はい、待ちましょう、はい、待ちます、待ちます。まあでも、はい、うん、かっこいいです。赤ペン君先生、赤ペン君、はい、違う、赤ペン君先生になっちゃったすいませんね、赤ペン君、本当におめでとうございます。おめでとうございます。はい、では続いての、リスナーさんから届いた小さなラブドリームハピネスのメールを紹介します。 FM 新潟でお聞きの女性、ラジオネームバレントさん。今まであまり家の手伝いとかをやっていなかったのですが、最近は手伝うようにしています。その流れで家族の夜ご飯を一人で作ったら美味しいと言ってくれました。時間がかかっちゃって大変だったから毎日は無理だけど嬉しかったですと。うーん、バレントさん、いいですね。うん、はい、ね、手伝いを、まあ、これを機会にしていくうちに、なんかじゃあ作ってみようみたいなね。でもこんな2人はお仕事もあるし、自炊とかって大変なんじゃないですか。でもやっぱ今ってお家にいる時間が、うん、結構あるので、うんうん、私結構お料理します。あ、しますか。妹たちに、家族全員分作るんですけど、はいはいはい、量が多すぎてめちゃくちゃ辛いです。そっか、6人分8人分ですね。はい、すごい、すごい。それはだからフライパンもやっぱ大きいんですよそっか、はい、じゃあもうそれも毎日っていうわけにはいかないと思うけど、そう、はい、でも偉いですね。手伝えることがあればすごいと思います。え、どうですかキラちゃんは。私は料理じゃなくてお菓子作り系が結構作ることが多くて、うん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 、でこの前は
チョコタルトと か,、うん、なんかチョコレートマフィンとか作ったんですけど、はい、なんかすごい妹とかに渡すとすごい美味しいって言ってくれたりして嬉しいです、うん、それだけでも。みんなそういうことやってるんですね、はい、やっぱこう作ってる人ってなんかこう食べてもらった時にこう美味しいって言ってもらったり笑顔になってもらったりとか、もうそれが一番嬉しいって言いますもんね、はい、なんかお母さんの気持ちが分かるような気がします、うん、なんかみんなが喜んでくれることが嬉しいみたいな、はい、自分で作ったのを食べる美味しさも分かりますね、うん、あ、そっちもあるんだ。自分で作るからこそやっぱ美味しさが増してます、うん、そっか、頑張った甲斐があるみたいな、ね、これはやっぱこう手をかけてね、はい、作ったものにはこうやっぱ情が、うん、愛情が乗っかるというか、そう、はい、まあ本当にこうミュージックビデオだったりダンスの作品もそうですけど、大変な撮影だったりに限って思い出が残ったりするんですよね。そうなんですよ、はい、あ、だから料理もそういう風な、うん、さらに人を元気にしてるっていうね、うん、いや2人ともちょっとガールズガールズこれポイント高くないですか？すぐまたゲストに来ていただきたいですよね。お願いします。ぜひぜひお願いします。ぜひお願いします。はい、ということでメッセージありがとうございました、引き続き大きなラブドリームハピネス、そして小さなラブドリームハピネスをお待ちしています、メッセージは JFN パークのアプリをダウンロードして番組のメッセージフォームから送ってください。ということで、ガールズガールズさんのセカンドミニアルバムから、はい、こちらの曲を聴いていただきたいと思うんですけども、はい、じゃあキラちゃん曲紹介お願いしていいですか？はい、これから聴いていただくチュアパンヌは女の子の素直に言えない気持ちが込められた歌詞になっていて、聴くだけで勇気や元気が湧いてくるような楽曲なので、ぜひ聴いていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。ガールズガールズでチュアパネ。先ほど話にあった、じゃあ、はい、e-girls の憧れの先輩じゃないですけども、はい、まあ、みなみちゃんはカレンちゃん、はい、そうです。ということでカレンちゃんのじゃあどんなとこが憧れますか？本当に全部なんですけど、うん、スタイルとか歌もダンスもなんですけど、うん、その自分の見せ方をすごい分かってるなって思ってて、うんうんうん、その私たちも今、はい、歌とダンスを頑張ってて、はい、でその歌い方とか見てると本当に綺麗ですし、踊りもその歌ってる時とはもう別人のようにガツガツ踊ってたりするのがすごいかっこいいなって思います。ちょっとギャップありますもんね。はい、なんか普段結構癒し系というか、はい、ふわーっとしてるけど、歌うとかっこいいみたいな。あ、じゃあちょっとみなみちゃんもそういう風になっていくんですかね。なれるように頑張ります。はい、なんかSNS とかもチェックしてたり。はい、結構見ます。スマホケース一緒じゃない？あ、そうなんだ。なんかインスタの過去を見てたら、はいはい、なんか私と同じスマホケース使ってて、ちょっと嬉しかったです。可愛らしいですね。いいエピソード、もう本人に絶対届けたいぐらいで。そっか、じゃあちょっとそういう憧れの先輩もいるし、はい、これからはじゃあガールズガールズとしてね、またいつか、またステージに立つ日が来るのかもしれないですしね。はい、はい、はい。そして、美咲ちゃんは、はい、石アンナちゃんが、はい、まあ、好きということで、はい、まあ、アンナちゃんはすごいお芝居の方もやられてますけど、私が初めて、うん、アンナさんが女優さんとしてのアンナさんを見たのが、うん、ソロモンの偽証だったんですよ。だから普段こんなに可愛くて、うん、はいはいはい、歌、あ、踊ってってやってる方がこんな表情するんだと思って、なんかすごい幅が、表現力がすごいなと思って。それこそさっきのね、カレンちゃんもそうですけど、はい、まあ、e-girls のみんなもなんか、まあ、歌だったりダンスだけじゃなくてモデルさんだったり、まあ、まあ女優さんだったり本当に、まあ、やってますけど、はい、でもそれで言ったらみんなさんもね似てるというか、その携帯としては、いろいろ頑張りたいなと思ってるんですけど、ね、声優さんとかもやったりとか、はいはい、そうですね、やりたい。もうアニメ好きなので。そうだよね。好きっていうのはね絶対いいと思います。好きなことはすごい言ってます、いろんな人、うん、ぜひやらせてください。これそう遠くないかもしれないですよ本当に。ぜひ、はい、ぜひぜひっていうのと力入ってましたね。はい、いやでも本当にこう夢をね語っていくっていうことは絶対大事だと思うんで、はい、もう2人ともこれからが楽しみなんでね、ぜひまた、そうだな、来週ぐらいかな、またエルラジの方に来てください。
別のメンバー。あ、そう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 。ありがとうね、一応持ってもらって。でも本当にあの楽しくお話できてよかったです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。まあ、ちょっとじゃあまずヨウカちゃんは兄弟がたくさんいるということで、はい、そうですね。でも生活的にはどうなんですか、もうみんなもう面倒見てみたいな。いやでもやっぱ成長してる妹とかもいるので、うん、その子たちはもう自分のこと、うん、自分の好きなことやったり、うん、みんなで遊んだり、うん、でも赤ちゃんがまだいるので、うん、半年とか、うん、まだ1歳とか2歳とかがいるので、うん、そういう子はちょっとこう一人で見るのは大変なので、うん、こうみんなで見て、うん、そっか、はい、じゃあもう変な話、生まれた時からもうそれだけ年の離れたお姉ちゃんがいるから、はい、先々すごい重宝されそうですよねなんかほんあのお母さんに間違われるんですよ、うん、もうそうなんですよ、私お母さんよりも背が高くて、うんうん、あ、そっかから間違われ出るんですよ。でも若すぎるよねいやでも赤ちゃん抱っこしてるのでまだ半年とかなので、そっか、はい、そう見えなくもないのか、見えなくもない。でも本当に赤ちゃん抱っこしてたら後ろ姿とか お母さんかなって思って前見たらあれ妖怪やばいメンバーだって本当にあれみたいな感じです本当に。そっか、はい、だからこうねスタイルもね大人の感じですし、はい、やっぱり確かにさらに赤ちゃんもいたらね、間違えられなくはないかもしれないですけど、そうなんですよ、はい、でもやっぱ兄弟っていいですか、やっぱいる。そうですね、なんか、うん、やっぱ赤ちゃんだと、うん、こう何が次起きるかとか、うん、どんなことするのかとか全くわからないじゃないですか、うんうんうん、だからずっとこう観察してたら本当に面白くて、うん、急に笑い出したりとか、うんうんうん、鏡現象、ミラー現象で、うんうん、笑ったら笑うし、うん、一番年が近い1歳のことは、うん、言葉が通じてるかのように本当仲良くて、なんかだからまあ喋ってる感じとは違くて、でもなんか意思の疎通は感じる。そうなんですよ、なんか不思議に思いますね。そういうのってなんか赤ちゃんなりに感じてるのかな、うん、はい、なんかそんな気がします。まさか10代 あの若いガールズガールズのゲストであの赤ちゃんの話とか思ってもみなかった、ね、いい意味でギャップですよ、うん、やっぱり、うん、たくさんちょっと妹がいっぱいいるので、はいはい、もう妹さんたちはそれこそあのそれ興味はないですか、そういうなんか4人ダンスしてます。あ、やってるんだ、はい、で他の2人はまだ、うん、あの入れない年齢なんですよ。なのでまだ入ってないんですけど、もう入れるメンバーは全員入りました。すごいね、はい、じゃあなんか本当よくよくは本当のリアルシスターズじゃないけどいやでも妹が私よりも上手いんですよ、ダンス。すごい、ダンス、はい、そんなになんかこう成長が早くて、うん、でまだもしかしてだから背も伸びてる感じ。背はちっちゃいんですよ、なぜか私が高くて。でもなんかいいですね、うん、一緒に家族でダンスしてたらなんか、はい、ダンスのね例えば映画だったり、まあ、作品だったりも一緒に見れるしね、はい、そうです、はい、なるほど。そっか、じゃあキラちゃんはどうですか、はい、妹さんね、はい、いい話でしたけど、はい、ちなみにダンスとかはやってるの。はやってないです。あ、ダンスやってる、はい、もう普通に今は普通、まあ、学校、そうですね、学校行って習い事してみて。もうお姉ちゃんたちがそのデビューして、はい、なんか人前に出てるっていうのは認識してるは分かってます。うん、はい、そうですね。なんか言われたりしないですか。あ、でもなんか学校でその知ってる子がいるから、うん、なんかそのお姉ちゃんがテレビ出てるよねとか、うんうんうん、なんかサインもらってきてとか言われるらしいんですけど、うん、なんかそういうの聞くと、うん、あ、嬉しいなって思います。なんか同じ学校にそういう子がいるんだなって思うと嬉しいよ、はい、でももうそれこそさ、みんな結構テレビも出てるし、うん、こう揃ってたり、それこそね、もうやっぱ目立つじゃない、街中でも、うん、だからあれガールズガールズだとかってもうなる、なる時もあります。なる時もあるんだ、はい、そういう時ってやっぱ嬉しくなかったですか、最初。嬉しいです、最初の頃。本当にでも初めてじゃあ声かけられた時とか嬉しいですよね、はい、嬉しいです、うん、とか
相手は気づいてないんですけど、はい、私たちのおもちゃを持って歩いてくれたりとかすると、うん、あ、もう本当に触れるみたいなっていう風になりますね。グッズ的な、でもよく着てる子もたまにいます、はい、はい、そっかそっか、もう本人っていうだけじゃなくて、はい、いろいろね、はい、そういうグッズとかも通して、はい、間接的にあ、ここに私いるけどそうですそうですなんですけど内心はただこう2人で歩いてても、うん、こうやってこう教えて嬉しいねっていう話をしたりとかやっぱしますね、はい、でもさすがにはいかない、いやいや、それはさすがにあ、私で言うのってしないでしょさすがにね、びっくりしちゃう、さすがにね、いやでもなんかそのうち本当にね、もっともっともっと有名になって、はい、みんないろんな方からね、はい、あの応援されるグループになっていってほしいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、これからの活躍も期待してますので、はいはい、頑張ってください。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。